皆様こんにちは、岡田でございます。いつも私の動画を見ていただきましてありがとうございます。今回作りますのは色と花選びの中のオレンジですね。その中から選んだこのマリーゴールド、もう一番なんて言うんですか、皆様お家の花壇とか鉢植えとかにある見慣れた花だと思うんですけれども、このマリーゴールド、もう典型的なオレンジのお花だと思います。今日はこれを作ってみようと思います。花びらがねたくさんですけれども、ステム通し巻きとかいっぺんにぐるりっと作ってしまいますのでね、割と簡単です。まだチャンネル登録がお済みでない方はこの機会にぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。よろしくお願いいたします。それでは始めましょう。ワイヤーはですね、まずね細いですよ、全部33番ぐらいでいけるかなと思います。くしゃくしゃっとしてますね、この中の分ですけれども、ゲージがね割とねちっちゃいですから、1センチとか 1.2、1.5、2、2.5、この間で作れてしまいます。花芯ってねこういうものですが、今回はこの26番ワイヤーにだいたいね15、6センチの長さにカットしておいていただいて、半幅のねこのライトグリーンテープを巻いてもらいます。それでベンチの先でここをねくる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 っとこうやってね3回ほど巻いていただいたら、ね、こんなくるくるっとしたものを作ってください。それから次に花弁に移っていきます。まず33番のワイヤーをご用意ください。それとゲージは赤い1センチです。で、これが6回巻きですよ。1、2、3、4、5、6回巻きですね。で、長いですから切ります。今6回巻きましたね。ステム通し、全部ステム通し巻きでいきますので、もうほんのちょっとです。竹串が1本通るぐらいここの丸を開けてください。はい、そしたらいつももう皆さんねステム通し巻き覚えられたでしょうから、必ずここの斜めのワイヤーを見つけ出してこのステム側にこう送っといてもらいますね、こういうことですね。それで花びらのこの先のちょっとカールしたところがあるんですけども、それはこうやってウェーブで、フリルでなくてねウェーブをね行ってもらいます。一番先に取った分は一回ね目印にこう置いとくといいですけど、あとはもう全部まとめてこうウェーブ寄せていただいて、それからぐるぐるっとこう回しましょう。そしたらここのとこですけれどね、このステムのとこのここのワイヤーはこちらに必ずこう引っ張って寄せて均等にねここがなるように、はい、こういうことですね。これが一番小さい1センチです。それから次 1.2。このスティックワイヤーのね、ここの 1.2 でなさってもいいんですけれど、ちょっと巻きづらいかなと思ったりするので、なんかこういうね、ご自分で、パイプを見つけられてね、捨てるとこう握りやすいですから。これも6回のステム通し巻きです。これも同じように6回のステム通し巻きをしてください。それから次が 1.5 センチです。この、紫の分ですね。これは7回巻いた、ステム通し巻きを作ってくださいね。7回ですよ。
で一緒ですから、これを数だけ作っていただきます、ね、これも長いですね。で、ここで。はい。そしたらこの一番こちらの分を一本取っとかれて、で、これはここで一枚だけ目印です。ね。ウェーブつけておきます。あとはもうここでね、まとめてウェーブつけ。だから爪もお道具のうちと言いますけれどもね、爪でね、ウェーブをつけてください。はい、こうしてね、これが7回の分です。で、ここが、間が空きますでしょ？だから、これをステムの方にしっかりこう引っ張ってね、均等になるようにして。はい。この、だから、1センチの6回ステム通し巻きが1つ。から 1.2 のステム通し巻きが2つですね。これ2つです。それから今の 1.5 のがまた2つ。それから次がこの2センチというのがありますね。2センチ。2センチは8回巻きますよ。ね。それから 2.5。2.5 も8回です。で、2.5 の8回を1回やってみましょうか。1,2,3,4,5,6,7 8回ですね。8回巻いたら結構ね、キリキリぐらいになります。はい、これで8回巻きましたから、ここで竹串が1本通るぐらいな大きさを作りましょう。ステムがね、細いですから、あんまり大きな穴を開けちゃうと額のとこでこうね、金バランスが取れなくなります。この斜めの線をこっち持ってくるんでしたよね。はい、これはもう単独でね、つけていただく方がやりやすいかなと思います。ここであとはみんなまとめて、はい、こうつけましょうね。そしたら次、ここへずっと通していきます。ね、輪の中くぐってますでしょ、みんな。はい、そしたら、ここのとこを、ステムがあります。そこを、ここに、しっかり、こう、持ってきましょうね。そしたら、均等にきれいにつきますから。それで、こういうふうに、花びらを揃えてね、2,4,6,8回ですよ。はい。これがね、5、6枚いります。もう余分に作っておかれて、バランスをよくぐるりとつけてもらうといいかなと思います。そしたら、液をつけるんですけれども、まず、液ですね。これは、オレンジから作る場合は、オレンジの原色から作る場合は、サフランイエローですね。サフランイエローの中にオレンジを入れていってもらってもいいです。それから、オレンジの液をお持ちでない方が、オレンジっぽい色を作りたいと思われるときには、サフランイエローの中にホットピンクを少しずつ少しずつ入れていってもらいますと、理想のね、オレンジっぽい色ができます。マリーゴールドの色はだいたいあんまり濃いオレンジじゃないと思うんですけれども、ホットピンクの入れ加減でね、いろいろオレンジの色も変わってくると思いますけれども、こっちはね、少しホットピンクをたくさん入れていった方の色です。それから、こちらはサフランイエローにホットピンクをこう入れていく加減をちょっと控えてますね。まずね、一番最初の一番中のここですけれども、それはK
黄色ですね、サフランイエローをつけて、それからこのオレンジの中にサフランイエローがいくら入ってもいいですからね、少し黄色っぽく作りました。それはもう全部しなくても真ん中の分1個だけでいいです。あとはもうこちらの色単色、これこういう風にねつけていきます。はい、この大きいのもつけときましょうか。 2.5 の8回巻きでしたかね。それでもこうやって1回、この容器の幅が広いと1回でつきます。どういうんですかね、買われたねこのママのカンカンですとこれ1回に入りませんのでね、皆さんねこういう空の容器に移されて作る方が幅広くねいろんなものが作れるかなと思います。1回巻きとかでしたらもうこのカンカンで十分なんですけど、こういう円になったものとかでしたらね、やはりこの幅がある方がいいかなと思います。こういうねプラスチックの容器、空の容器をご用意いただいたらいいかなと思います。これをね今作りました数だけつけてくださいね。それから次は額なんですけれども、額はですね33番、同じ33番の場合です。今日はもう全部33番ですね。33番、 1.5 紫色です。これの6回巻きね、1,2,3,4,6 回巻きです。6回のちょうど半分ですね、半折れ半分です。6回巻きのステム通し巻きです。これもね全部今日はステム通し巻きですね。でここに花弁の芯が入ってくるんですけれども、花弁が全部集まった花ですと、もここのステムの通す穴を大きく開けないといけませんけれども、このマリーゴールドの場合はこのステムを全部カットしますから、元のこれが1本通ればいいだけの穴を開けます。だから本当に竹串1本ぐらいでいいですね。やはり ここはステム通し巻きですから、まず一番最初の6回ステム通し巻きですね。こうですね。それでここをもうねペンチでする必要ないですから、手でこうね押さえていってください。はい、そしたらいつもここが開きますね。そしたらこれとこっちのですよ、ここをねここでしっかり距離が開かないようにねしてもらいます。そうするとまんべんなくきれいに6回がこういうふうにねできます。はい、そしたらねバラとかね他の花はこういった額ですけれども、カーネーションとかこのマリーゴールドはねこうね筒っぽになってるんですね。こんな感じ、ここがこういう風にしてね、はい、そしたら次にこの尖ったところをね外へ向けましょう。はい、綺麗な額を作ってくださいよ。ここでこうしていっぺんに液をつけますからね。隣のこのループがこっちのループに入ってきて、こっちとこっちが重なっててもその方が綺麗に外れるにつくと思いますからね。
肩があるととっても楽ですよ。肩がね。で、これだとちょっと太いですから ね、まあ、手でやってもらってもいいです。はい、まあこんな感じでしょうか。そしたら次、葉っぱです。葉っぱは33番の同じ33番、今日は全部33番ですね。33番のワイヤーで 2.5、 これですね。これの1回巻きが1つです。一番上にくる分ですね。葉っぱのね、葉っぱの一番上にくる分です。それからに 2.5 の2回巻きです。今度2回巻き、あとは全部ね2回巻きで作っていきます。はい、2回巻きですね。それから次がこの黄色の2センチの2回巻き、それからその次がこの 1.5 の2回巻き、いいですか。 2.5 の1回巻きが1つ、それから 2.5 の2回巻きが1つ、それから2センチの2回巻きが1つ、それからこの 1.5 の2回巻きが1つ、一応それだけを作ります。それでもうあの葉っぱですからね、割とこう細長いです、こういう風にね。で、めんどくさいですけれども、ブリッジをかけましょう。これもね33番でいいです。はい、中心ね、1個。はい、それから 2.5 の2回巻き、あと2回巻き全部一緒です。こういう風にして、で左右に分けていただいて、それで私は1回ここ通しますね、こっち。それで今度ここで1回かけます。それからさっき通してるのでね、さっきこっちの穴に通してますから、次こっちの穴に通して、でここでキュッと締めてこっちへ移ります。そしたらね、1本で済みますでしょ。はい、でこれがこういう風にね、こういう風に順番になっていきます。それでグリーンですね、グリーンはこのグリーンでいいですね。2回巻きもはい、これですね。それであと葉っぱの場合は2と 1.5 でいいんですね。そうしたら一応2と1.5がついたのがこんなのになります。それで額もちょっとつけときましょうね。額はちょっとこの同じ色でいいですか。
あのつぼみですね、ここの額にも使いますから、額は2つ作ってください。組んでいきます。まず1センチの6回巻きが1つでしたね。それから1.2 の6回巻きが2つでしたね。それから1.5 の7回巻きが2つでしたね。一応ここまでを組んでいきます。まずね、このボンドをね用意してくださいね。もうこれの場合はね、全部このステムを切ってしまいますよ。ここでこれは使いません。はい、それで先ほどのぐるぐるに巻いた芯がありますね。これの裏のね、ここら辺にねちょっとボンドをつけておかれて、それでこの中心のステム通し巻きの穴のところに刺していきます。コーティングしてもらってもいいですけど、こんだけ小さいとね、コーティングも しなくてもいけることはいけますから、次々花びらをね重ねていってもらいます。そしたら次、この 1.2 っていうのがありましたね。これも2枚、通していきます。なんかこれだけでもね、ちっちゃな小花になりそうですね。で、必ずね、花びらの裏につけてくださいね。こっちにつけると通っていくときにここに糊がついてしまうんですね。これだけでも可愛い小菊のようなものができますね。もうね、次こうね、突き刺していくだけですから、花びらがあんまりこれはね、まあ重なってもいいんですけれども、花びらの間に次の花びらが通っていくようにしていただくといいかなと思います。ですね、だんだんこう大きくなっていきますけど、はい。でこの裏にまたつけて次の音をしますよ。ちょっとここへ穴を開けました。はい、これで 1.5 の7回巻きが2つですね。だから1センチの6回巻き1つと 1.2 の6回巻きが2つと 1.5 の7回巻きが2つ今この時点でつきました。はい、こんな感じですね。そしたら次に2センチの8回巻き、7回巻きですか、2センチの7回巻きっていうのがあるんですが、はい、2センチの7、これもね、もう全部ね、ここ切り落としてくださいね。はい。これはね、何枚ということなく、まあ自分で、お花のね、加減でもうこれぐらいでいいわとかね、思うわ、形があると思うんですね。そこで止めとかれるといいかなと思います。でこれは一応2センチの7回を今1枚刺しましたね。これで2枚ですね。
花びらのね間にこう入れますよ。2枚、これで3枚ですね。はい、3枚、もう1枚入れましょうか。4枚、一応4枚入れましたね。はい、そしたら一番大きい 2.5 の8回巻きというのがあります。それも全部ここ切り落としてくださいね。はい、そしたらこの後ろですね、後ろにボンドをつけて、1枚、2枚、3枚、4枚、だんだん豪華になってきましたね。一応5枚つけましょうね。 2.5 です。これは はい、こんな感じですね。ここがね、だんだんこうマリーゴールドらしくなってきました。はい、そしたらこれではちょっと弱いので、ここに先ほどの20番を足しましょう。20番をね、2つ、2本ぐらい足しましょうかね。で、これの時にここの穴のとこにね、これをグググググっとこう回して差し込むと中に入っていきますから、はい、こうですね。そしたらテープを一応ね、これぐらいでいいでしょうか。あまりね、長く使わないから。はい。そしたら、これの場合は、ティッシュペーパーを入れてくださいね。でないと、これを通したときに、ここがスポスポになりますから。で、額ももうここいりませんのでね、切り落とします。そしてここにちょっと太みをねつけてくださいね。こうして、もうほとんど今の全部巻いてもいいぐらいですね。はい、そしたら一応ライトグリーン半幅のテープでここを巻きましょう。白いティッシュが見えないようにね。
きましたですね。そしたらこれをここへ、これもね、ちょっとのここにボンドつけとく方が定着しやすいと思いますから、はい、これでここの中に入れますよ。グググググッと上までね、ちょうど入ってきましたよ。はい、こんな感じですね。はい、そしたらね、ここでね、全部今こうなってるので少しねこう丸みをつけてもらいますね。これ落とすんです、こういう風にね、花びらを。マリーゴールド、よく花壇で見かけますね。はい、こういうふうにね、ちょっとこうで一番上がぐるぐる巻きがもろに見えますからね、ちょっと隠してあげましょう。少しずつ花びらをね、こういうふうに落としていっていただくとね、こうぐるっと丸いのができます。で、一応これも20番を2本足しましたでしょ。マリーゴールドはあんまりね芯太くないんです。だからここもティッシュなしでローラーテープだけで太みをつけていきましょう。これですね。それでやはりね、縦針は押してくださいね。ここつぼみが来るとこまででいいです。もう一回巻きましたね。そしたら裏側のとこにもう一回巻きますね。はい、これで2回巻きました。はい、これで一応貝皮を置いときましょう。つぼみは33番の同じ、今日はもう全部33番でしたね。8回このゲージのね 1.5 紫のがありましたね。それで8回巻いて、で液をつけて このようにまとめています。そこにやはり私は24番を選びました。24番を20番とか22番でしたらシャンとしちゃうのでね、24番ぐらいでいいと思います。で、24番をここから足していただきます。それでこの額ですね、額もここから切ります。いりませんので、それでここにステムが入るだけ開けました。それからここの額が入ってくる中ですね、そこだけあまりねこのまま通してしまうとここがボソボソしますから、ここだけはやはりこう巻きましょう。そうですね、ティッシュの半分ぐらい巻いたらいいでしょうか。で、こういうふうにね、ちょっとここで太みをつけていただいて、はい、そしたらここにねちょっとのりつけますよ。
これでステムをはめ込みます。はい。はい。その時に、このね、途切った方を少しこちら側へ反り返して、はい、こんな感じですね。そしたら、ここが細いですから、もう一回巻きます。もうね、ティッシュばかなくて、このフローラテープを2、3回巻いていただいて、縦張りすると、太みが出ますからね。縦張りの場合も、こういうふうにね、少し斜め巻きしておいて、それから、こうね、こすっていただくと、1回で済むかなと思います。ですか。これでつぼみができましたね。そしたら葉っぱですけれども、葉っぱはまずね 2.5 センチの1回巻き1個でしたね。それから次が 2.5 の2回巻きが1つでしたね。それから2センチの2回巻きが1つでしたね。こういうふうにね、だんだんに下に巻き降りていきます。で、ここが少し短くなりましたから、ここで24番。まあ26でもいいんですけれども、24番でいきましょうか。ちょっと足していただきます。必ず24でなくていいんですよ。26でももちろんいいです。この長さが出ればいいですからね。はい。そしたら次が、この、かわいいのね。1.5 でしたか？はい。テープ半幅で、全部ね、半幅でいきましょう。はい、これで葉っぱができました。そしたらこの開花のところに一つつけましょうね。それからつぼみをつけたとこですね。つぼみね、上に出したい人は出してもいいですけど、やっぱりつぼみってね、ちょっと ひそやかに下についてるかなと思います。これから育って伸びていきますよっていう感じで。それからもう一つね、同じのこの下につけていただいて、こんな感じですね。はい、こんな可愛いマリーゴールドです。ステムがいらないですからね。これ全部ここで切り落としてね、ただこの一本のこの中心のこれにずっとずっとこう何枚も何枚もね、こうやってはめ込んでいくだけですからね、ステムがとっても綺麗にできると思います。これね、一枚一枚花びらを全部重ねたらどんだけ太くなるでしょうかね。なんかこういった新しいはめ込んでいく手法ができたので、とてもお花が優しく作れるっていうことです。今日はマリーゴールドオレンジの中から作ってみました。どうぞ感想とか駅の質問とかありましたら、どうぞお寄せください。お待ちしております。ありがとうございました。